こんにちは出会い場カンパニーの清水です今日はですね選考何社受けるべきか12月以降の就活スケジュールの正解は何だろうこういう内容でやらさせていただきますオンライン化のですね就活が進みふと自分の就活状況をですねどこまで進んでるかっていうのが気になりますよねインターンの参加数はこれでいいんだろうかこれから何社選考本選考を受ければいいのか まあ今回はですねこれらの今後のスケジュール管理をどういうふうにすべきかという点についてお話しさせていただきますこの動画をですね見ながら自分は今就活のどの段階にいて何ができているのか足りないものは何かそして12月以降のスケジュールを立てて見ていただければと思います我々ですね出会い場カンパニーはですね皆さんの就活を3つの方法で支援しています1つは就職対策セミナーそしてもう1つはプロフィールを書けばスカウトがかかるそして3つ目はですね出会いの場 企業と学生が出会える場、まあ、グループディスカッションを職場としたイベントをします詳細は概要欄からお申し込みくださいさあ今日の本題12月にすべき3つのことこれは何かというとですねさまざまな業界のインターンに参加しておくべきこれが1つ目そして2つ目フィードバックがもらえる選考対策まあフィードバックがもらえるものをやっといた方がいいですよそして3つ目 あなたが書いてある ES 今のままで大丈夫ですか ?ES の見直し。では順にご説明します。まず12月までにするべき3つのことの中のさまざまな業界のインターンに参加しよう。えー、清水さんもう僕ね業界絞り始めてんですけどいやいやいいんですか今業界を絞って。なぜかこれはですね毎年リクルートがですね就活が終わった部分の中でですね出してる就活白書2021卒の人の 実際に最終的に、まあ、入社する会社はあなたはどんな状況だったのか見ていただくと衝撃で事実なんと50%の学生は最初に死亡ししてててなかっったた企業に入社しているん落ちた違うんでですすそれ第一違う学生さんはいろんな企業を見て最後この会社に入るって決めた会社にみんな満足して入社するんです。 でも結果として50%は一番最初に思ってた企業じゃないっていう事実があるってことなんですそういう意味で言うとあなたたちがですね絞りすぎちゃうのがいいとは言えないっていう事実がここにある2つ目就職ののでですすね軸は企業とと接点によって変わるるいう事実があるんです皆さんがね今俺がここがいいんだって言って頭の中で考えても無駄これはどういうデータかというとですね我々あなたたちの1年前の先輩にも聞いてるんです。就活始めたた時はどうだったこれが青色 そして就活が終了した時点では赤色そういろんな企業に出会うことによって就職の軸に変化が起きてるそう環境が重要だ誰と働くかが重要だ仕事の内容が重要だっていうふうに業界から変わっていくんですそういう意味で言うと皆さんが早くに絞り込むことは重要じゃなくていろんな企業に出会った方がいいというここに裏付けがあるそして3つ目2月になると説明会がいわゆる始まりますそうすると説明会先行説明明会会先先行行 本当にじっくり企業のことを調べる機会がない本当の企業を見るのはこの12月1月2月月月まででが最後なんですそういう意味で言うとこの部分を重要に使ってほしい好きな業界だけではなくてですね幅広くいろんなものインターンに出るべきです私は最低10社インターンシップに行った方がいいと思いますさて12月までにすべき3つのことの中の2つ目フィードバックがもらえる先行対策をすべきなんです 清水さんなんでフィードバックが重要なんですか理由があります。企業によって評価の基準が違うんです。自己満足になってちゃいけないよ。特に我々グループディスカッション専門にやらさせていただいてますけど企業によって評価の基準がだいぶ違う。まあ、大きく一例で言うとですねコンサルなど頭脳領土の仕事をしなければいけないとこは問題解決力、論理的解析力に重きを置いてみてます。しかしか 普通のザ・日本の企業は、まあ、一般の企業はですね、コミュニケーション力、リーダーシップ、発言力を中心とした中で見ている。大きな差がある。だから企業によってどこを見ているのか知らないと困るということが起こります。我々はそういう意味で言うとですね、皆さんがグループディスカッションして企業別にどんなものが違うの最大級のイベント、グループディスカッションを触媒としたイベントをしてます。企業からのフィードバックもある。そして企業の評価も分かる。そして、 偶発的にいろんな企業に出会える詳細欄からぜひお申し込みいただければと思います。そして、なぜフィードバックが必要なのか、学生の視点と企業の視点は断るからなんです。皆さん同士がですね、グループスやってここがいいよ、あそこがいいって言ってもダメなんです。企業の見る目見が違います。企業が重視するポイントと学生さんがアピールするポイントは違うんです。面接において企業が重視するポイントは成果を上げる力なんです。学生さんがアピールするポイントは共感性と協調性が多いんです。この相反することが起こってるということなんですね。 そして3つ目、自己認認識識と他者認識に大きなギャップがあるんです。これはジョハリの窓といって有名な話解放の窓私も知ってる相手も知っている盲点の窓自分は気づいてないけど相手は知っている秘密の窓自分は知らない知ってるけど相手は知らない未知の窓はどちらも知らない重要なのはですね自分が考えてることと相手が考えてることこの盲点の窓があるということなんですこの部分が大きければ大きいほどあなたたちは大きなギャップがあるということが実際に起きてるという事実なんです ここのことを理解してくださいそして12月までにすべきことは何か3つ目 ES を見直してください ES を見直さなきゃいけないなぜか ES の見直しのポイントは3つあります1強みが本当に分かりますかそれ読んで読みやすい文章になってますか内容に一貫性がありますがこの3つをチェックしてください私はですね毎日のようにですねあの学生さんの投稿してるやつを見てフィードバックしてるんですけどやはりこの3つ 内容を読んでわからない読みにくい内容に一貫性がない ES を多く見かけます今直さないといけませんさあこの3つのポイントを見て皆さんがこれからやるべきことは1さまざまな業界のインターンに参加フィードバックをもらえる選考対策そして ES の見直しを実施して早期選考の挑戦をしてください年内はですね中だらみしやすい時期ですけど年が明けるとあっという間に選考が本格化していますぜひ対策を練ってください 今回の動画が役に立ったという方は高評価ボタンよろしくお願いします。